ここは笑いの不思議堂書店アフタートーク。イエーイ、はい、よっしゃ。もう二度とこの服ね、着たくないと思ってます。着た瞬間に戻っちゃわない？なんか気持ちが。なんか思い出しますよね、うん、軽い過呼吸気味になりますよね。呼吸は浅くなります。そうそう、呼吸は浅くなる。エピソード1に出てるわけですか、はい、です。僕は後から来てるから、うん、現場で小宮と会った時に、はい、そういえばあの内村さんのやつ、はいはいはい、どうだったって言ったら、うん、もうすぐもう密件に塩を寄せて、きついっすよマジでみたいな聞いてたから、うん、もう行くのマジで怖かった。マジで覚悟しといてください。あれもやばいっすって言って、やばかったもん、うん、出演者とかも誰も教えてくれなかったから、うん、行ってのお楽しみって言われたから、いやお楽しみじゃないよと思ってファーストリアクションくださいみたいなこと言われるけど、そうそうそう、でも4時に集まった時顔を合わせちゃうじゃんって思って、そう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 、じゃあそこ徹底してくれよと思って楽屋の大部屋一緒だよ。クランクアップなってから台本もらうもんね。そうそう、最後にね、そんなことないもんね。さあクランクアップですって言って、じゃあお花とあと台本もこうなっております。初めての現場ですよね。皆さんの一番、うん、過酷だった現場でも全部ですけれどもね、忘れられないシーンって うわ難しい、それぞれ全ほとんど、いや違う角度できついじゃないですか。いやもちろんもちろん、本当に一番きつかったのは、あの一人でずっとモノボケ、みんなといたらなんかみんなでなんか滑ってるじゃないですか。まだいいんですよ、一、うん、人で。スタッフさんも30人ぐらいいるんですけど、もう今もねこれぐらいですよね。これぐらいの人数になって今も笑ってないですからね。いやいや今も笑うよ、今も笑いますって。それで本当にあれ、え、何分ぐらいやってたんですかね、あれ。結構1時間、マジで、いや1時間モノボケやったことあります？僕らグループから一人連れ去られて、う違う、あ、はぐれちゃうみたいな、一人でモノボケやってください。モノボケで本当もうベタなベタなやつばっかりですよ。上がり見たの？見てないです。何個使われてるのか分かんないですけど、そしたらもしかしたら丸々カットもありえると思う。いやでも歌舞伎のメイクを最後したんですよ。 あれはもう本当苦肉の策で、それで終わった後に次のシーン、じゃあ浜田さん行きましょうかって、あ歌舞伎のメイクお願いします、つながりがあるんで絶対オンエアされるんですよ。だそれも言ってよっていう、そんな言ってよずっと歌舞伎なんだって知らないから、どこまで何がつながってるかも何話あるのかも分かんないから、はい、なんか笑わせなきゃと思って歌舞伎のメイクして、うん、でしかも変なのにしちゃったんですよ。なんか鼻塗り忘れ歌舞伎みたいな、はあはあ、もうほんと飛んじゃってっから、もう1時間やってるから。だからうちらはそのえみこちゃんに次の日会った時に何が起きたのか分かんないなと思ってその後だからえみこちゃんが1時間ぐらい一人でモノボケするので精神的に病まれたみたいで、俺とか小宮君とか西村さんとかが普通になんかね、ちょっと休憩して2人で歩いてたら、え、なんか今打ち合わせしましたって、そうそうそう、私にもちょっと教えてもらえませんって言うから、いやただただ雑談してトイレ行ってただけだよって言ったら、恵美子ちゃんが教えてくれないんですね、わかりました私は一人でやりますって、ね、すごい疑心暗鬼になっちゃってるから、そうそう、だから誰も信じられないし、いつか連チャンになるともう対応の仕方、いや本当にそうよ、心の壊さない怖いよね過ごし方っていうのが分かってくるんで、もう何も考えないで、はいここに何時に来てください、はい行きます、はいやります、ありがとうございました。なんかだから何日かあげたりしてさ、また現場入るとさ、その時本当に恵美子ちゃんだけがあんまりね話しかけちゃいけないような、そう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 、河村恵美子ちゃんなくなってる時あるよ。そんなことないです、あもうあれは全てを受け入れた私です。そうです、だからもうあれもう全部悟った人でしょ。そう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 、3日目終わりぐらいからこれは余計なこと考えてももうしょうがない、することはない、なすすべなし。これだから4日目5日目になんかまた戻ってきて恵美子ちゃんに会った時に、あこの子を下手したらこの島から本気で逃げるぞ今この精神状態はやばいぞっていう。いや確かに、いやあと僕巨大扇風機やっぱきつかったっすね。ああ。きつかった。あれ結構長時間やってたの撮影？結構長かったんですよ。長いのあれ。長いし武田真治さんがあそこに出てくれて、はいはい、すごい気合が入ってたから、そうそう本当はもうちょっとなんとか頑張っていこうと思うのに、うん、武田さんが何度も何度もね来るの、張り切っちゃうの張り切ってくれて、ね、あの邪魔されるのは分かるんだけど、はい、邪魔されて俺らは横から行くのはその上からね、うん、渡り119とかこうやってやってるから、うん、痛いから行けないんだけど、武田さんは味方だから巨大扇風機の飛ばされてもまた普通に横から戻っていけばいいのに、うん、うちらと同じように巨大扇風機立ち向かってるからやりたい人じゃん、そう、何なのと思ってその巨大扇風機行く前もね、スーパーボールの
撃たれて、でそれで前進めないとかって話になった時にでっかいやつ、はい、あれをもらってたらあそこに当たったらダメージ食らわないからこれでみんなでいけるぞやったって言って栄光ちゃんとかと一緒に、ね、こうやってやってたらまさかの顔面出てるから俺ここら辺こめかみ当たってちょっと石が当たったくらいの痛さあるなと思って距離あれやばかった距離距離距離は距離は距離どれこれぐらい近いちょっと待ってちょっと待ってちょっと危ないからパチンコでバーってやられたから、ね、危ないから危ない、ね、下狙おうっつって、うんうん、下狙ってスーパーボールがパンパーンスーパーボールだから跳ねるからそうあのここに当たらないとやっぱダメージを食らったよねあれ石とか砂も来るのいや来ますそうだから普通あの巨大扇風機って体育館とかあの何も取ないとこでやるじゃないですか、はいはい、あそこ本当に砂ぼこりがすごいところだったのでもう砂利が結構あのスタッフさんとかももろかぶりしてたよそうそうそうですよねだから砂利が目や口やあの鼻に、はい、いや耳に穴と言わないところは見ていただきたいっていうのはあります、どん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 クロちゃん の, あのメイクの時間が長くなっていくんですよ日々日々なんかありますねあちょここじゃあファンデーション塗っときますねこうなんかありますねって言ったらあこれは炎で燃えたんであこれお願いしますクロちゃんそんな長くなくていいでしょっていやいろいろあるのよそうね本当にねいろいろありましたけどやっぱね良かったなと思うのが今までいろんなことやっぱやられてきてるから、うん、治るのが早いすげえ本当に綺麗だもんね今もねいや綺麗なんですよもう全然綺麗だから全然綺麗になった確かに綺麗そう今までいろんなこと嫌なことさせられてよかったねいや本当に生命力がすごいですよね生命力小宮さんは何が一番過酷だったんですかまあ僕はあのふんどしのやつかなふんどしの先っぽになんか火つけて走るっていうやつなんですけど懐かしの感じね絶対ここまで来ないですけれど、はい、まあ一応燃えないようなオイルをつけましょうみたいな感じでここに、はい、絶対来ないんだったら良くないですかって言ってんのにまあまあまあ小宮さんケツあるんで早めにやりましょうとか言うよちょっと待ってこれもうちょっとじっくりやりましょうリアルに撮影場所島だから何か事故起こっても封印できるからねそれやばいよでもそのイメージあったじゃんあの島って確かにちなみに撮影後家に帰ってしたこととか、ありますかいやだから普通だったらなんかその仕事終わって疲れてたらもう直帰して、ねはいはい、寝たりとかするけどけどやっぱどうしても自分の中でわだかまりがあったから別府ちゃんと西村さんと一緒に居酒屋行って、どうだったんだろうねとか言いながら結局3人で励まし合ってでそれでなんとか帰ってまた次の日迎えるって形になってたねそうですねそう絶対にあんまり人と一緒に飲みに行ったりとかしないのに手応えもないしオンエアもまだ見てないからどうなるんだろうねって話で終わっちゃいます、やっぱすっげー仲良くなったねそうですねクランクアップとかなって、はい、他の現場とかで西村さんとかと俺喫煙所でよく会ったんだけど、はいはい、やっぱ、うん、みたいな抱きしめたくなる、はい、戦友抱きしめてわかります私も別府ちゃんに新幹線のホームで会った別府、ちゃん行き別れたな行き別れ元気ってなりました一体感がね生まれたってありますよね今作の一番の見どころを一人ずつってことですね、うん、僕的にもなんかバラエティーパートからいろいろあって台本がやっぱ知らされてないわけですよ、はい、だからもう一番最後に向けてもリアクションでみたいな感じで最後も台本ないかなと思いきや始まる30分ぐらい前ぐらいに一番最後感動で泣かせてくださいって先言っといてよここは今までと違う脳を使わなきゃいけない大変こっからよく30分でまとめたなと思うね頭の中で大仕事だじゃあ小宮がやったそれ本当にでもやらないともう終わらないから、うん、一番最後のなんか演技の、うん、ちょっと笑っちゃうかもしれないけれども、ね、ちょっと感動的なシーンちょっと見ていただいたら嬉しいなっていうの、はいうん、確かに私はなんか一番皆さん見ていただきたいなと思うのはやっぱ、うんはい、最初みんな本当に疑心暗鬼にわーってやってたけど、うん、こう回を重ねるごとに、うん、なんかみんなの会話のテンポとかも台本ないのにスムーズ、ね、スムーズにお互いの距離感が分かって結束力みたいなのができてる感じ感じをこう絆が生まれてるところをすごく見ていただきたいなって思いますけど本当にねなんか仲良くなってる分ねいろいろなんか言うことが変わってきたもんねそうなんですよね本当にねなんかあの見てみるとびっくりしたのは役者さんのパートは全部正直セリフがあってっていうドラマにドラマっていうかそういう作品になってるんだけど、はい、芸人のところって本当にセリフが一言もないんですよみんなないただみんな、はい、その場その場でちゃんと自分の言葉だったりそうです、ね、リアクションだったりを言っててでところがそれが映像を見てみると作品になってるんですよあだから本当に
そういうのに詳しい人から見るとこれどうやって撮ったのっていう。確かにそうですよね。芸人さんのこのセリフの割りとかどうしたのっていうぐらい作品になってるから、セリフないんだこの人たちっていう目で見るとやっぱすごいと思いますよね。だから役者さんがいろんなリアクションやったんじゃできない生のリアクションが全部やらせ抜きで全部ある、はい、心からの声ですね。そうそう、心から、心からの声、はい、嘘は言ってないからね。そうそうそう、こっちがなんだよこれって本気で言ってるから、うん、からそれはねすごいと思います、これは、うん、いや僕はねやっぱね言ったらいろんなねその芸人さん出てきましたけど、基本的に一人でやることが多い芸人さんが多かったと思うんですよね。はいはいはい、はい、でそこまで仲良くなかったとしてもなんか一つのことをそのミッションを達成しないといけないから、最終的にみんなで合わせてやったことで受けたりとか、なんかミッション達成できることが多かったから、あ、力合わせたらこんなに面白くなるんだなとか、いや力合わせたのにこんなに面白くならないんだなとか、いろんなことがやっぱり今回ね実験だと思って僕の中でもちょっと変わったなと思うし、そこを見てほしいなと思うのと、みんなでね大盛り上げするところで俺と恵美子ちゃんがね頑張ってねやったの盛り上げようと思って二人でねやるところで、で道具をね小宮くんがね渡してくれるとか言ったの。これ何回言うんだよこれ何回言うんだよこれ。え、これ猿回しの芸を、そうそう、クロちゃんさんが猿で私が猿回しの役で、はいはい、ヌーヌーって言う、そう猿だけどヌー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 って言ってて、そう途中で僕がなんか荷物を持って、あ、これですよってやってやるけれども、僕が忘れてハッハッて笑ってるからクロちゃんやばいと思ってヌー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 ってこっち来てお前が自分でやるって言っただろねえ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 前にはね子供がいるからね、そう夢を壊しちゃいけないヌーヌーヌーでプロプロを感じたよ。いや本当に命かけてたところでよくやってくれたなと思って本当にあの一瞬だけ本当に一番怒ったからね、目血走ってたもんな。本気だったんだねもうね。メイキングであったらいいんだけどな。あれはすごかったな。あれはね本当仲良くなった後の裏切りやっぱきかったね裏切りじゃない、ごめんなさい忘れてた、すいません、うん、セットがもうすごくて、はい、もう相当細かいところまでしっかりしてて、宝箱を開けて炭治たちがなんかこう写真を見るみたいな、うん、そこになんか暗号みたいなのも書いてたりとか、うん、写真で一言とかやったりとかね、やったよね、やりましたね。そこに書いてるなんか記号みたいなもん、ただ三角とか丸とか×とかなんか書いてるのかなと思ったら、うん、この島の言葉を作ってそれ通りに言葉を書いてたりだとか、そう、あゆえおがちゃんとあったんですよね。あゆえおちゃんとあるんですよね、はい、細かいところになんか謎解きじゃないけども、うん、なんかそういうのも見返してみると面白いかもしれないし、すごかったですよ。ただ写真で一言はもうきつかったけど忘れてたけど思い出しますね、ちゃんとね。あれ考えてみたら、あれ芸人同士でやってるんだから、うん、みんな笑っていいのに笑わない人の人たちに見せてるわけじゃなくて、俺たちでやってるんだからみんな笑えばいいのにみんな笑わないっていう、はい、私ダメ出しとかされてなんか角度みたいなちょっとファンタジーすぎんだよみたいな神様にトータル的に言うと、だからあの島にさ行っちゃダメなんだよ。あの島行ったらみんな感情が壊れるだからもう早く出てよかったよ。そうそう、あんなとこ行ったらおかしくなっちゃってるから、もう早くこの服脱ぎたい。え、そうね、確かにこれ脱ぎたいよな。それだけ本気のものですから見てもらいましょうよ皆さん、うん、はい、みんながどういう風に変わってきたかっていう、ね、はいはい、ということで、はい、プライムビデオ、ここは笑いの不思議堂書店、ぜひご覧ください。見てください。もしも人生から笑いが消えたら、あ、どうも、うちの店で買い取ったこの本、これが実に面白いんですよ。少し一緒に読んでいきませんか。本の舞台は滑ると災いが起こる島。仕掛け人は異色の作家人と個性派俳優演じる島民たち。笑いを失った島に召喚されたのは芸人。彼らの使命は島から失われた笑いを取り戻すこと。腐っても僕はお笑い芸人なんだよ。笑わせなきゃいけないんだよ。試される芸人たちのアドリブ力。なんだこれ。毎度さんが戻ったらいいな。これなんすか。不思議堂書店にまつわる人々が
物語へ影響を与えていく。ドラマとお笑いの化学反応。プライムビデオが送るちょっとおかしなアドリブエンターテインメント。こりゃぶっ飛んでんな。続きはぜひご一緒に。ここは笑いの不思議堂書店。11月22日プライムビデオで独占配信。抜け出せなくなりますよ。